また会えたね。また会えるね。共学化にあたって新たに男女交際禁止の校則が制定されたことはご存知ですね。違反した生徒は退学処分といたします。黙ってる代わりに金払えってこと？引くんだけど。だから金持ち登っちゃう。法則破ったら退学って言われてんのに、軽い気持ちでキスできるんだから。退学になったってどうせどうとでもなるって思ってんでしょ。家がお金持ちだから。ひどくね、そんな言い方。有沢さんだよね、ラブキーパーって。あのさ、すげえ俺が悪いやつみたいに言うけどさ、家が裕福じゃなかったら何してもいいわけ？有沢さんって誰かを好きになったことないの？そっちはあるの？有沢さんって絶対誰とも付き合えないよね。好きな男と1年半もバラバラで平気な女もいるしな。まその程度の気持ちってことなんだろうけど、その男こそ1年半くらい待たないならその程度ってことなんじゃないの？強制退学だとその先の進路にも大きな影響が出ますよ。あなた、彼女も。でもなんかイチカは自分の気持ちよりイチカの気持ちの方が気になるっていうか、俺がわがまま言ったせいでイチカの将来台無しにして、今マキ君と付き合いたいって言うつもりだった。イチカはすごいよな。マキ君は私にパワーをくれてるよ。待ってて。ありがとう、マキ君。